皆さんこんにちは、ぶっていモンキーレンチのお時間です。今回はアニメーションプリセットについてです。アニメーションプリセットとは、その名前の通り前もって設定したアニメーションを呼び出すことができる機能です。テキストアニメーションやシェイプアニメーションはもちろんのこと、エフェクトやレイヤースタイルなども保存ができます。一度作って保存しておけば、いつでもそれらを取り出して使うことができるので、アフターエフェクツでの作業において最も時短につながる機能と言えます。では早速見ていきましょう。前回作成したテキストアニメーションとシェイプレイヤー入門第2回で作成したパスのトリミングとリピーターを使ったラインアニメーション、さらにシェイプレイヤー入門第6回で作成したエフェクトを組み合わせて作った背景をプリセット化したいと思います。基本的に保存方法は同じですが、何を選択するのかで結果が変わってきます。まず画面にエフェクト&プリセットというパネルがあるかを確認してください。ない場合はコントロール5を押すと表示させることができます。メニューバーのウィンドウから探してもいいです。このエフェクト&プリセットパネルでは、エフェクトを検索して適用させたり、保存されたプリセットを使用したい場合に使うパネルです。おそらく初期設定だと、エフェクトやプリセットが並んでいると思いますが、FX コンソールを導入していると、エフェクト関連では使うことはなくなるので、プリセットだけを表示させておくと使うときに便利かなと思います。エフェクトを非表示にする場合は、エフェクト&プリセットと書かれた右にあるアイコンをクリックして、エフェクトを表示となっている箇所をオフにしておきます。これでプリセットだけが表示されてスッキリします。ではまず各アニメーションをプリセットとして保存する方法を見ていきましょう。プリセット化は非常に簡単です。プリセットにしたいレイヤーの中にある項目を選んで保存するだけです。例えばテキストレイヤーの場合だと、テキストという項目の中に動きをつけたアニメーターなどが入っています。この時、動きの情報だけを保存したい場合は、アニメーターを選択して保存します。テキストのフォントやサイズなどの文字情報も保存したい場合は、一番上の階層になるテキストを選択して保存となります。保存方法は、メニューバーのアニメーションから、アニメーションプリセットを保存をクリックします。もしくはエフェクト&プリセットのパネルの右下にある新規アニメーションプリセットを作成というアイコンをクリックします。すると保存先を選ぶことができます。保存先は画面に出しておきます。アフターエフェクツの部分はお使いのバージョンを指定してください。ユーザープリセットというフォルダの中で新しくフォルダを作成すると、アフターエフェクツ上でもフォルダの階層を継承してくれます。アニメーションの種類やよく使うプリセットなどでフォルダ分けをすると使用する際に便利かなと思います。ちなみに私はこんな感じでフォルダ分けをしています。使いやすいように試行錯誤してみてください。シェイプレイヤーのラインアニメーションや平面レイヤーにエフェクトを適用して作成した背景の場合も手順は同じで、選択する項目だけが変わります。シェイプレイヤーの場合はレイヤーを開いてコンテンツを選択して保存します。エフェクトで作成した背景の場合はレイヤーを開いてエフェクトを選択して保存です。エフェクトをレイヤースタイル、コンテンツと複数ある場合でもそれぞれを選択して保存することもできます。ではプリセット化する方法は分かったので、保存したプリセットの使い方を見ていきましょう。先ほど保存したプリセットはこのエフェクト&プリセットパネルの中に格納されていきます。ユーザープリセットの中を見てみると、保存したプリセットが表示されているはずです。ではまず保存したテキストアニメーションを呼び出してみましょう。呼び出したいプリセットをダブルクリックです。その他、すでにコンポ内にあらかじめ用意しているテキストレイヤーを選択した状態でダブルクリックや、適用させたいテキストレイヤーにドラッグすることでもアニメーションプリセットを適用することができます。
テキストアニメーションのプレセットを使う際の注意点ですが、テキストのプレセットには、フォントやサイズ、どういった文字なのかといった情報も保存されています。なので、あらかじめ用意していたテキストレイヤーに文字を入力している状態でプレセットを適用した場合は、用意していた文字がプレセットに保存されていた文字で上書きされてしまいますので注意しましょう。これを避けるためには、プレセットを保存する際にテキストを選択するのではなく、アニメーターを選択して保存することで解決できます。他にもプレセットを適用する際、全般に言えることですが、現在の時間インジケーターの位置に気をつけましょう。現在の時間の場所からアニメーションが始まるようにプリセットが呼び出されますので、開始させたいフレームに現在の時間を合わせてからプリセットを呼び出すようにしましょう。では次、シェイプレイヤーのプリセットも試してみましょう。使いたいプリセットの上でダブルクリックです。すると、シェイプレイヤーで作成したアニメーションが呼び出せました。では最後に、エフェクトを組み合わせて作成した背景をプリセットから呼び出してみましょう。エフェクトも他のプリセットと同じでダブルクリックで OK ですが、ケースに合わせて選択する必要があります。例えば、エフェクトは平面レイヤーだけでなく、シェイプレイヤーやテキストレイヤーなんかにも適用することができます。何も選択せずにダブルクリックでプリセットを呼び出した場合は、新規平面レイヤーが作られて、そこに保存したエフェクトが適用されます。新規平面レイヤーを増やしたくない場合や、シェイプレイヤー、テキストレイヤーなど、すでに用意されているレイヤーに適用させたい場合は、レイヤーを選択した状態でプリセットをダブルクリックかドラッグして適用させましょう。簡単ではありましたが、アニメーションプリセットについては以上です。最後にプリセット化についての注意点をまとめておきます。保存する際は選択する項目で結果が変わるので注意しましょう。プリセットを適用する際は現在の時間に注意しましょう。ケースに合わせてプリセットの適用方法を変えましょう。フォルダを分けて便利に使えるように工夫しましょう。いかがだったでしょうか？汎用性の高いアニメーションや作るのが難しいアニメーションなどはプリセットとして保存していつでも取り出せるようにしておくと作業時間の短縮につながります。自身のストックが溜まっていくのも楽しくなります。ぜひ活用して時短を計りましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。